あれ、ノブギでしたっけ、全然自分では分かってないんですけどね、まあ、結構ピンチあったんですけど、アプローチが寄ったりパターが入ったりで、まあ、そんなにボギーは打ってないなと思ったんですけど、ノーボギーとは知らなかったです。今日はね、昨日とちょっと変わって一晩寝たら結構ピンチが多かったんですよね。結構ラフも行ったし、でもラフ行ってても結構打てるところにあったんで、 そんなに大きくは曲がってなかったんで、なんとか しのいで、ボギー打たないで頑張りました。もうそうですね、意識しないって言ったら絶対できないんで、まあ、ちょこちょこボードを見ながら自分の位置を確かめて、一ホール一ホール大事にこなしていくだけですかね。わかりました。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。